さん、こんにちは。モリアリでございます。よしよしこんにちは。こんばんは。おはようございます。じゃあリです。これできるのも結構あれなだ。だごめんね。毎回先端教怖の人ごめんなさい。もうやらないからこう,こう。これで行くわ。ヤッホーあで弾きました。今回のレンズはちょっと遊んでみたくて。わかる。この黒縁みたいながおしゃれた感じでフィルターなんかつけちゃって。 でもね元気がないの本当にで私過去の動画あのー、本当に過去ですよもう3年くらい前に「あのー、ごめんね」なんかすごい「新宿のね」みたいになってない大丈夫こう見えても体めっちゃ弱いんですねだから柔道とか相撲とかまあいろんな武道とかあのー、格闘技だったりとかを昔からちっちゃい頃からやっててですねあのー、なんだろう まあだからこそなんですけどだからこそあのいっぱいおばあちゃんが食べさせてくれてあの蓄えろともう本当になん言うんだろうなもうちっちゃい頃から本当に体が弱かったのでもう蓄えに蓄えろって言ってめっちゃ太ったっていうのもあるんですけどあのまあ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 大人になっても体が弱いこと本当に毎回風邪ひいたりだとか。 ス、まあ、ストレスで声が出なくなくったりとか、まあ、今回はストレスとなんか両方っぽいんですけどまあでも鼻水が出てるからねもう完全なる風邪なんですけれどもまあ人の風邪をすぐもらう本当に免疫がなさすぎてであのまあ自己管理とかやっぱり大人になるとね自己管理がなってないとかそういう風になってくるじゃないですかまあやっぱり免疫をね高くするためにねあの ビタミン C を取ったりねあの何て言うんですかフルーツ食べたりとかしなさいと言われてたわけですよなんですけど私フルルーーツアレルギーなんですね <laughs> もうね救いようがないラテックスアレルギーなのでラテックスでアナフィラキシーショックっていうやっぱそういう何うですかアレルギーで発作みたいなのがあるんですけどそういうのがねすぐに出ちゃったりとかだからこのゴムとかも 本当はねしてちゃいけないんですこれ今してるんですけど痒くなっちゃうんですこうやってラテックゴムなのでだからやっぱフルーツも売りかのものとかは食べられないしバナナもダメでメロンもダメであとキュウイもダメでリンゴとか桃とか全部ダメなんですけどでも好きなんですよ好きなんですけど全部ダメなんですねででも、まあ、食べてる 時はあるんんでですけけどもちろんお仕事で食べななきゃいけないとか今回のが風邪なのかアレルギーなのか何なのかみたいなところなんですよねで私が何が言いたいかって今,今ずっと片手にヨーグルトを持ってるんですけど私はちっちゃい頃風邪をひいたらまずヨーグルト食べなさいってあのずっと言われてて。 ヨーグルトを摂取して中からね超綺麗にしましょうみたいなで結局なんかこの,その出ると熱が下がるみたいなおばあちゃんに言われててなのでヨーグルト今食べてるんですけどまあ食欲がない十分な睡眠をとる寝ますこれ終わったら寝ます私アレルギーはねそうですね 難しいですよねねアレルギー問題ってもともと持っちゃってるものだからね治らなかったりとかっていうのはあるんですけれどもちょっと私もいろいろとフィットネスだったりとかあのー、本当に自分がしたいことが今この状態でできないのでちょっと今ね毎日ね編集して毎日今出せてたんですけどちょいと多分2日3日。 わからないけどちょっとだけあの多分更新が止まってしまうかと思いますサブチャンネルの方は意外と活発にあの何んですかそのま,まのでそのまんま出してるのでそのまんま出せると思うんですけれどもこのメインのチャンネルの方はですねちょっとあの私のこの体調によるんですけど今体がめっちゃ熱くなってきたのでこのヨーグルトを食べたら。 寝たいいと思います、はい、なので今日は何も本当に何もない私がただアレルギー体質で結構まあ免疫が弱いで、えー、<laughs> 格闘技やってた柔道や,やってた相撲やってたはーすごい怖い人みたいなイメージで終わってしまう動画なんですけれどもはいそれだけです。本当に今日すごい雑い雑動画ななのでもうなんか 申し訳ないぐらいなんですけどもとりあえず私は元気ではないです <laughs> 頑張ってねちょっとこの鼻だけでなんとかなりゃいいんですけどね鼻もアレルギーなので息ができなくなってね寝れないんですよだから十分な睡眠を取れって言われても睡眠中に鼻がね息できんくなってねあの起き 起きるっていうか、もう無呼吸みたいな、なんんかこう、はっ,はっ,って起きるる時があるんですねもうね、いろんなものとの戦いを今しております。ということであの数日もしかしたらもしかしたらまた止まってしまうかもしれないです。ごめんなさい。では盛り上がりでした。おつわりです。おやすみなさい。